獲得で妻の仕事をお願いします。最後です。1点目が右足、2点目が左足、この試合磨いてますか？いいですか？そうですね、前半はみんな勢いよく守備もできてましたし、チームとして、いい守備ができた中で、トヨ君がいいボールくれたので合わせるだけでした。2点目も、攻め込まれる時間が長かったですけど、まあ、ゲームに耐えて、あえてカウンターで仕留めれて、面白かったです。では、全国のサポーターに向けて、今シーズンの意気込みお願いします。タイトル取りましょう。チームとしての、今シーズンが裏切られると思ったので全力で戦いました。そして柴戸選手は22番という背番号を背負って今日初めての試合でした。どんな気持ちでしたか？これを力に突破していきたいと思います。ありがとうございます。見事タイトルを獲得して迎える J リーグの開幕です。改めてサポーターに向けてどんなシーズンにするか一緒にお願いします。皆さんの力が必要だと思うので、全員で